今日はツイストについて説明します。ツイストというのは、ウォーミングアップでやってる動きなんですけど、ソロドリルでやってる動きですね。自分の背中をこうマットから離して、お尻をマットから離してっていう、こう揺れる動きプラス体をひねる動きを使って横に移動していってますね。で、反対も同じように横に移動していく動きですね。この動きを、ツイストと呼んでウォーミングアップでやってるんですが、初心者の人はかなり難しく感じる、動きですね。で、まずやり方ですね。やり方としては、この揺れる動きを使ってお尻を浮かして、その動かしたお尻をひねることで前に運んでいきますね。で、逆の背中の方も同じように浮かしてから運びます。浮いて運ぶ。で、このお尻が降りた時に背中が浮いて、その背中をまた運ぶ。で、運ぶのに背中をひねっていくっていうことなんですけど、こうやって言葉で説明しちゃうと相当ややこしくなっちゃうんで、意識としてはとにかく揺れながら手足をこうひねる。最初は大きくひねると覚えやすいと思います。大きくひねっていきますね。ちょっと横向きにするとそのひねりが分かりやすいと思います。移動するときに手と足を大きくひねって揺れていきます。揺れながら手と足を大きくひねっていきますという動きですね。で、最初のうちは腹筋がすぐに疲れてしまうので、なかなか長くできないんで、途中でやめてしまっていいので、時間かけてこれは学んでいくべきだと思いますんで、あんまり焦らずにやってください。で、これかなり重要な動きになってきます。ブラジリアン柔術でガードの時ですね、ガードポジションの時に腰の位置ですね、腰の位置を変えてしっかり相手に向かうっていうのが、ブラジリアン柔術ではすごい大事なので、そのための基礎となる動きなので、すごい大事になってきます。では対人でそれを説明していきますね。これスパイダーガードというガードですね。で、このガードに対して相手がパスガードしたい場合には横に回ってきますね。で、横に回ってくるのに対しては足をぐっと伸ばせば、パスガードを止めることができますね。回ってきた側の足を伸ばせば止められます。で、ただ、自分がまた正対して、攻めに転じたいので、お尻をこうやって浮かして移動しますね。で、この動きは足を使って相手の腕を踏み台にしてやってるので、かなり、楽に皆さんできると思いますね。反対もやってみますね。移動されたら膝を伸ばします。で、この腕を踏んで踏み台にして戻します。で、この動きは、相手の腕を踏み台にして足の力を使ってるんですけど、基本的には、ツイストの動きになりますね。で、やはりツイストがその場で自分のソロドリルとしてできた方が、こういう動きが滑らかにできるので、そういう意味でもツイストが必要になってきますね。じゃあ実際にベーシックの中で使う動きもう一個やっていきますね。デラヒーバガードというガードですね。じゃあ右足出してこっち向きでいいですか。このデラヒーバガードというガードがありますね。相手の袖、体格の袖を持ちます。そしたら右足をついて起き上がって後ろに移動します。で、ここで足を深く入れて相手の背中を自分の向かせますね。で、ここからベルトを持って足をフックしたら、ここでまた腰を移動します。この動きもツイストになりますね。もう一回分かりやすく、ちょっと後ろからこの位置になってるんですけど、ここをツイストを使ってよいしょって真後ろに回っていくと、相手のバックを取りやすくなりますね。で、この時とかも今の、ありがとうございます。横から手でぶら下がってるので、手の力と、足引っ掛けてる力もあるんですけど、基本的にはこう腰を動かして、腰の向きを変えるっていう意味でツイストの動きになりますね。で、これもやっぱりソロドリルでツイストができた方が滑らかにできる動きだと思います。あとは、オープンガードの基本形ですね。相手が、立ち上がった場合ですね、すいません、クローズガードからいきますね。じゃあ襟と袖を持った状態で相手が立ち上がってきました。
足を開いて腰を押したら腰をここで移動しますね。これもまあ相手の腰を踏んでやって足の力を使ってるんですけど、やはりツイストの動きが入ってますね。ツイストのやっぱソロドリルができるとこれもすごい滑らかにできます。こういう形になりますね。で、他には相手のこう股の中に潜り込んでいく動きがありますね。でこの動きも最初はまず相手の足をすくった形でから入ります。体の向きは今自分のおへそは相手のお腹の方に向いてますね。でこれをツイストを使ってふっと中に、相手の股の中に入っていくようにすると今度へその向きはこちら向きますね。でこの状態にした方がすごく攻めやすくなりますね、相手の股に中に入った場合ですね。なのでこれちょっとまあ上級というか、まあ、アドバンスをカリキュラムで出てくるテクニックになるので中級のテクニックになるんですけど、こういう動きとかも、できやすくなりますね。でいずれにしろ腰のこういう動きが柔術ではよく出てくるので、当然最初のうちは足を使って相手の体を踏み台にしたり、マットについて、まあ、それエビになっちゃうんですけど、ぶら下がったりしてやるんですけど、とにかく腰のこの動きができるようになった方がいいので、このツイストですね、このソロドリルでのツイストをしっかりとできるように、しておくといいです。はい、では以上になります。じゃあ